ちょっとした発見なんですが、このピリピリ線が見えるかな。このピリピリ線上を少しちぎって、セロテープをね、2センチくらい、1インチくらい、もうちょっとかな、2、3センチ貼ると開けやすいということに気づきまして、では早速キーに開けてもらいます。はーい、三脚が固定されていない事件。開けていきます。うわ、開けやすい？開けやすい。しかも今までの LOL のピープギーより柔らかい。柔らかいんだ。開けていきます。LOL サプライズ。何？じゃあ、開けていきます。ほい。ここを取る。どこを取る？これ。何それ？どああ、こ入れなんるかの？あったのね。そう。開けていきます。後ろ側からこう開くようわになっわていわるのわわわわ。が、ラベこっルちが後ろ？あ、でも前になるんだ。わあ。です。わあ、いろいろと出てきたわよ。そしいて、ろいそのろまま出どてっかきっていたく。のは分かったけど。わあ。さっさー。誰がどうなのこれ。普通サイズなのかな？これどうやったら固定できるんだ？こうかな。何これ、すごく大きいよ。手くらい。この子が入ってるのかめっな。ちゃ大きいのよ。めっちゃプラプラの何かが入っている。すごい広がる。そこで支えになるのかな。どういうことだ？どういうことだ？あ、なんか変な形にしちゃった。えへい、変な形。どうやって今始めたんだい、これを。なんこか折れり目をこをうやっ反て対にキしッズルームみたいにするんだよ。た。何ルーム？キッズルームみたいな。あ、キッズルームみたいな。折り目を反対にしてみる。ばあちゃん、大丈夫かい？じゃあ、これから開けていきます。近いよ。近いね。わわわわわわわ。これじゃ全部映らないのかな。あ、だけが映ってる。じゃあ、開けていきます。なんだ、じゃん。うわ、ボトル。めっちゃラメラメ。三脚倒れそう。めっちゃラメラメ。うお。次はこれ。開けていきます。片目。カフェラテ？これかな。今靴が出たよ。わ、細かいとこまで。靴が出た。本当だ。
黒いね。うん、かわいい。あれ服がないぞ。あ、ごめんなさい、落ちてました。よいしょっと。うわうわすごいキラキラ、うん、蜂みたい。蜂みたい。女王蜂。女王蜂系の子出るのかな。いや、これ出る子は決まってるんでしょ。うん。お靴リボンがついてる。見えないね。見えた。じゃあ次これ蜂出てます。ビリビリ。じゃん。あ、かわいいしーちゃん。なんでしーちゃんなの。え、なんでしーちゃんなの。え、なんかこれどうやって立てるのかよくわかんないけど、なんとなく。またこの子も柔軟体操してる。来てないよ。うっとちょ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 。はい、行ってきます。はい、行ってきます。行ってらっしゃい。服は柔らかいなので着せて。え、これって事故です。事故。これちぎれてるもの。自分でも分かんない。かわいいね。おばちゃん、喉の調子が治ってからにしようか。ちょっと待って。わわわわ。お靴どこでしたっけ。あった。履きますか。どっちだ。お待たせ。待ったよ。左。かわいい。ん、黒の回収。黒の回収。右って書いてある。ある。見えないけどぴったり。かわいい。これじゃ高すぎる気もするな。これでちょうどいいのかな。ようこそ BB ブティックへ。で、ごっこ遊びができるのか。バッグ、服、かわいい。あ、ここに着てる服がある。これかわいいな。この服は？サングラス。あ、この形のサングラスあるね。この棒もあるね。他に、他に。あ、白いブーツ。ミスジャイブちゃんのみたい。他のバッグは持ってないな。うちは？ソファー、鏡、ジュエリー、こんな感じでしょうか。もうちょっと行くのかな。ゲピョって言ったよ。しっかり折ってみた。すみません、下手で。こんな感じだね。これどこに行くんだろう。Use with LOL Surprise House。
同じことが書いてある。ひたすら同じこと。これなんか潰れるよ。潰れていいの？良くないと思うよ。潰してどっかに、いや潰れるための潰れるための線が入ってる。なんで？わかんない。こっちには入ってないけど、潰れていいですよな感じ。どうするんだろうね。皮膚がなくなるね。次は一番気になるこれ。大きいね。待って。どこやの？パイを見てこっちにします。LOL サプライズファーニチャー。なんだ？なにこれ？大量の大量の銀色のハンガー大量に入ってる。ハンガー何枚ある？6枚。へえ、どうするんだろう。どうするんだろう。一番大きいのが気になってたんですが、どっか行っちゃいました。あった。これ。それ。ファニチャー、家具だから何かあるんじゃない？うん。ちょっとこういうとこ。ブーチックだし。これ開けてみようよ。小さいの先に開けていい？いい？なんで？気になるから。あ、わかった。せーの。他の服も入ってるとか、トルソーだ。トルソー。ちゃんと LOL のドールの形になってる。多分服を展示するんじゃないかな。飾っておくんじゃない？ね、ちょっと何かの服を展示してみて。そうですね。次はこれ、一番薄っぺらいプログラム。オープン。ああ、スマホだ。割れたスマホ。光ってて見えにくいよ。どうどう、無言やめてください、こんな感じで。なんかレンズにひびが入ってるのかな。で、なんかよくわからない形がなってます。かわいいね。じゃあ一番気になってたこれ開けていきます。硬いね。鏡ですね。わっ、本物。本物だ。わめっちゃ反射してるよ。そっから剥がすと、剥がすと、うわー気持ちいい。キーが映ってる。ニャンの携帯も映ってる。すごい。で、後ろがスタンドになってる。姿見ですね。じゃあ、ニャンが気になってたこれ行こうか。はい。大きい。せーの、ジャン。うわ。あーすごい。で、ここも引き出しになってて、出し入れできるんだよね。で、ここにハンガーにかけた服をかけれるっていうやつ。着てみた。おう。これ、アクセサリー。靴とかどうするんだろう。靴はね、ここにかけるの。え、なんで？靴も。靴、引き出しじゃないの？引き出しじゃないよ。引き出しは多分アクセサリー。え、いや、アクセサリーはかけるけど、靴ってかけなくない？なぜ無言？はい。なぜ無言なのだろう。こうしていくと。
なんだか不安なことが一つあったね。ん？これはかけられないからこの中に入れておこうかな。しまった。あ、昨日出たウルトラレア、それかけたい。そうだね、ちょっと失礼。はい、ここに、うまくいかない、よいしょ、トップスとおへそどっちだ、こっちがお尻だ、ボトムスをちょうどかけれる、お片付けできる。あ、上にもある。あ、上の方が見やすいかな。うん、かけれるね。2段あるから収納いっぱいできそう。違うね、このスマートフォンはどうするんだろう。12時34分。なんていう時間なの？もう。トゥイン、トゥイン、トゥイン。店長遅れてるわね。トゥイン。てか店長私だったわ。ベイベイ。遅れてるわ。LOLOMG。割れてる。電池少な。まあいいや、入れておいて。なんかちょっと隙間がある。さっきのトルソーにキーが気に入った服とお靴を飾ってみたよ。キッ、こんな感じで服が6つ。あ、うん、そういえばファッションクラッシュでちょうど6つ出たじゃん。うん、それをかけておけれるね。うん、かわいい、収納できる。かわいい。じゃあさようなら BB ブティック。どうするんだ、こう？そしてなんか違う、なんか違う、こっちが外か。これをね、一気にしまえるらしい、うん、わあ。上から見てみましょう。何かが邪魔をしていしまない。あ、お靴かな、出てきてるよ。遊ぶときこんな感じ、しまうときこんな感じ。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。で、何書くの？蓋。あ、これもいるのかな。これつけなきゃいけない？うん。これは何の効果があるのかな。それ最初止めてあったのにゃ。うん、再びこれで止めておかなきゃいけない。うん、多分あんまり効果がないように思います。効果な、いや、あんまり意味が、意味が、
閉められてしまいました。おしまい。 LOL 10サプライズ。ミラーとチェストとドール、お服、お靴、トルソーとハンガー、1、2、3、4、5、6、7、8、8ですか。9と10はどこかな。ハンガーに隠れてるんじゃない？え？いや、待ってよ。鏡、チェスト、プレイセット、お人形でしょ、お服でしょ、お靴でしょ、これで3つ、1、2、3、3つ、4つ、5つ、6つで10個じゃなくない？気のせい？だってステッカーとかも入ってなかったよ。気のせいかな、気のせいかな。10個っていうのはこれが6で7、8、9、10、ほら。でもフックでしょ、11、12でボトル、13プレイセット、14謎だー、謎だー。めっちゃブルブルフレートピント合ってないぞ。キラッキラ、すっごい綺麗。お団子後ろこんな感じ、素敵。じゃあまたね。あ、ここにファニチュアって書いてあった。なんだこれ、ちっちゃい箱で収まるからいいね、うん、どれくらいの大きさかな。あ、後ろだった、ごめん。2と3分の2、1と3分の2くらい。横は2人分くらい。ちっちゃくていいね。奥行きは1人分くらい。フォーニチュア、アクセサリーズ。シリーズ1のドール。クイーンビーちゃん、フォールドアウトプレイセット。10個なのか？10個なのか？気になるけど気にしちゃダメ。そういうところ気にしちゃダメ。だって10、10プラスって書いてあるから10個以上って意味でしょ？じゃあおしまいにします。